浜黒崎村は、かつて、富山県上新川郡にあった村である。浜黒崎村は、1889年4月1日の町村制志向に伴いそれまでの上新川郡浜、黒崎村、高来村、張原横越村、平江の木村、野田村、日方江村、日陰村、陰村張、木村を統合して誕生し、1940年9月1日に、 富山市に統合された上新川郡の村である。現在の浜、黒崎小学校校区に相当する。富山湾に面する北方の海岸には、腰中舞子とも称される、腰の松原を用しており、浜黒崎は観光によってもその名が知られていた。1921年には、旅館、楽天閣が開業し、1926年には、海水浴客増加のため、 北陸本線上に浜黒崎仮停車場が設置され、1931年には浜黒崎村軍人分会が海浜テント村を開いて、今日の浜黒崎キャンプ場のもとを築き、1963年には富山ユースホステルが開設された。富山県の天然記念物に指定されている浜、黒崎の松並木のうちには、新蘭の腰掛けたと伝えられる。 新蘭商人腰掛けの松や、慶長六年加賀藩主、前田敏長が命じて植えた松が残っており、中には、樹冠周囲六尺以上二条に達するものもあって、白社聖書の海品は、日本の白社聖書百選の一つに選ばれており、また、富山市より立山青ぐ、特等席の一つとされている。上岸寺川上流にある火山の縦山の影響で、海岸に地鉄鉱が多いために、 浜が黒くなって見えたことが、浜黒崎という地名の由来であるという。西側には大広田村との境界である村川が流れ、大和日片港には、靴和田文語の神の大村城の出城と伝えられる日、片港城の遺構や、上杉謙信が、大村城攻略の際の陣地となすため築いたとされる、総家塚が残る。旧村域の中央部にあたる古市町の造成は昭和40年代より、 始まった。その西方を流れる琵琶川は、源の義経都落ちの折にその形状の琵琶に、似ていることからと思い出して環境にふけったという、古事より命名されている。東側の大技である横越し、平江の木は暴れ川である上岩寺川に面し、たびたび水害を被った地でもあった。また横越には、上杉謙信の先方を打ち破ったと伝えられる、三作星の屋敷跡、 平江の木には1504年築城と伝える、平江の木城跡がある。旧村域内の高木遺跡、浜、黒崎屋口遺跡、浜、黒崎伊大遺跡、浜黒崎町畑遺跡、横越遺跡、野田、平江の木遺跡からは、考古学的調査によって、縄文土器、石器、弥生土器、恥木、末木の出土が確認されており、弥生時代には、 水田工作が行われていたものとされている。また、野台石周辺からは、悲水の湿度も報告されている。明治年間の上岸寺川下流改修以前には、旧村域に隣接していた、水橋辻河道遺跡からは、演技式に言う北陸道水橋駅の遺構が発見されている。一方で、木、倉と吉毛は、上古の北陸道を、 加賀深見駅から、と波山を越えと波関を過ぎ、親部川の佐賀を国府に、入り、伊水川を越えて、大門付近を南下し、水戸電黒川、栗葉を通り、神通川を越えて、岩瀬に出で、浜手を襲うて宇オー三日市、白を過ぎて、越後へ出ると言つってたものとしており、また、水橋駅の隣駅であった、岩瀬駅が、富山市、岩瀬、または、西岩瀬に、 否定されていることから、岩瀬水橋駅間の浜手を沿う北陸道は、本村域内を通っていたものであった。新川郡西境の地たる、神通川の岩瀬駅と、枕の創始17段に挙げられる上岸寺川の、水橋の渡しという二つの都庁店の間を通る、この区間には、古くより、越中国市、大友やかもちや、皇述するごとく新蘭義経また、 和尚の往来が伝えられ、中世、近世、近代に至るまで北陸の幹線の一部として、機能していたことが知られるのである。文化8年、牛首堂の写し、新川郡内の各地名を合唱によって色分けし分類したもので、富田慶州の三州地理志向の記北陸街道が西水橋町で、富山方面の脇道と、 浜海道の本堂に分岐している点にも注意されたい。富山県立図書館超えず、貴重書ギャラリーより引用。江戸末期の新川郡組、文へ色分けによって、旧上新川郡浜黒崎村地域においては、東岩瀬町や大村などと共に広っ組に属していたことがわかる。加賀藩寮新川郡部業所は、 東岩瀬町に置かれており、天保10年以来その管轄地域を16組に、分かって、10村に、これを支配させていたが、広田組管内の旧上ミニ川群浜、黒崎村内においては、宝だけがこれを務めていた。図は、富山県立図書館古地図、基調書ギャラリーより引用。安政5年の飛び越し地震による水害を受けた、上岸寺川流域一帯を図示したもの。 同社が平野から川口付近にまで及んでいることがわかる。富山県立図書館古地図、基調書ギャラリーより引用。金沢藩時代金沢県及び、新川県時代石川県時代明治13年出版の大日本文国予知全図より、旧上ミニ川群浜黒崎村地域。石川県内における明治11年7月22日交付の、 大城間布告第十七号軍区町村編成法施行により、大区小区制が廃止され町村が復活した時期の図。国立公文書館デジタルアーカイブより引用。富山県上新井川軍時代明治26年の城岸寺川加工改修に伴う、新下流によって東西に分断せらるべき地名が、記されており、旧上新井川軍浜黒崎村の平江の木、張原横し 高木がその西に属していることがわかる。富山県立図書館古地図、貴重書ギャラリーより引用。明治42年当時の古市の松原、富山県写真庁より引用。浜黒崎村競馬場、富山市50年市へ巻中の立3号平井図。浜黒崎村における飛行場誘致運動の契機ともなった。富山県立図書館古地図、貴重書ギャラリーより引用。 今回満州上海事変に際し、我が9000万県民の熱烈なる愛国の決、章として、陸軍章に剣能したるツ三号の浜、黒崎飛行場へ着陸せし有志。昭和7年4月7月、光用社浜黒崎信用購買組合1940年9月1日、富山市大合併報道記事富山市時代昭和21年、当時の旧浜黒崎村外島区域。 米軍撮影、国土地理院地図、空中写真閲覧サービスより、昭和21年当時の旧上新川群浜、黒崎村街頭区域。米軍撮影、国土地理院地図、空中写真閲覧サービスより、未成線廃止バス路線自転車道。ありがとうございます。